何億何十億っていうようなこう野稼球ぎ方界？してる方っていうのは。嫉妬の対象。しかもだからオリンピックとか負けた時に、まあプロで稼いでるけどプレッシャーには弱いよねって。上原浩二の雑談魂。雑談魂。これからの柔道界ってどうなんですか。明るい未来ですか。代表選手らは強いよね。だ今回東京もすごかったし、ここのところは金メダル取ったのかな、男女合わせて。パリに向けても強いと思うけど、これからってなったらやっぱ野球もそうだけど、やっぱ子供たちや、中高、はい、そうなった時の未来っていうのはちょっと心配よね。それも人数、競技人口が少ないってことですか。だからその最後金メダル取った2004年のアテネと比べたら小学生の、柔道人口約半分ぐらいになってる。47% 減ぐらい。人口自体が減ってるっていうのもあるけども、まあそうですよね、野球もねやっぱり減ってるのは確かだし、まあ、人口減少とあと、まあ、競技の、ね、選択の幅も広がりましたからね、サッカーとかも多いですからね、バスケットも今ね八村君とか出てきてね、そっちの注目もされるようになったし、まあね、やっぱり自分が親やとしたら、まあ、どの競技においてもやっぱ世界のトップに行くっていうのはやっぱり熾烈な戦いで難しいけど、もしそこをこうなんか頑張ってこうトップ頂上まで登りきったらやっぱ稼げる競技の方がいいよねって思ったりするよね。全く柔道稼げないですか。まあ、稼ぐって言い方おかしい、いやけど、まあ、本当にそれで何世界一になりました、はい、で野球選手みたいに、まあ、メジャーに挑戦しても、はい、年俸で5億10億とかっていうそういう世界はないよね。柔道だとそのプロ契約っていうのはないですもんね。ないですね、基本的に、まあ、実業団、まあ、オリンピック出るような選手たちっていうのは企業に所属するか、昔だと警察官であったりとか、普通の給料プラスちょっと、まあ、お手当があって、でオリンピックで勝ったりしたらその企業からはボーナスが出たりとか、オリンピックの報奨金、あとあれはでも国からの、国からのやつは決まってるんだよね、300、200、100じゃないですか。野村さんの頃が多分300万ぐらいですか。そうです、私の時は300万で、2016年のリオオリンピックからが500万になった、国からの報奨金は。いいことですね。ねえ、だって、野村さんね、この数々の偉業を考えたら、いや、300万って少ないよね。ねって感じますよね。まあね、だから今はそう、だから例えば東京オリンピックのフェンシングで、団体でエペで金メダル取った見延選手だと、所属企業から1億もらったからね。大きなニュースになりましたよね、あれ。あのニュースご覧になった時、どのように感じましたか。いや、もう普通にいいなと思いました。素直な感想。そう、やっぱそうやってやっぱ企業な、日本のスポーツ、特にアマチュアスポーツにおいてやっぱ企業の力っていうのがやっぱ必要だし、でもその企業、所属している企業が大きかったら、まあそうやってボーナスもでかいかもしれないですけどね、もしかしてそんなに大きくない企業だったら、そんなボーナス出ないかもしれないですか。出ないとこもあると思う。またそこも差が出てくるやんか。そうですね、どこに所属するかによって、で競技でも卓球とかだと卓球連盟からも賞金が出たりとか、柔道だと柔道連盟道 な, いえないんですか。柔道とか競泳、とかはないかな。その種目によっても違うんですね。違う、なんかね、連盟としてこう、ね、競技を、ね、たくさんこう広めてくれたっていう、ありがとうみたいな感じであってもいいんですけどね。昔は俺もそう思ったけど、やっぱり 今考えればもう柔道の場合って、まあ、中学とかからその若手の強化選手入って、ジュニア、そんでシニアってなった時にもう国内の合宿でも海外の遠征、海外の試合全て自費ゼロなのよ。はい、だからもうそこの連盟から、そこを出してくれてるからってことだ。そうだから、やっぱりそこの強化があるから、自分は金メダルいけたから、金メダル取ったから金くれよってのはやっぱ言えないよねって。競技によってはね、そうやって協会から遠征費も出ないっていうね、とこありますからね。そうか、そういう部分では難しいな、難しい、どっちがいいかあるか。でもそうするとちょっと上原さんみたいにって何億何十億っていうようなこう稼ぎ方してる方っていうのは、嫉妬の対象。しかも、まあ言ったら、まあね、上原浩二自体はそんな高校時代とか、ね、そこまでの選手じゃなかったように聞いてるけど、はい、まあ、私の場合も天理高校だったから、やっぱ野球高校が、ね、強かったら、やっぱりその、ね、甲子園っていうのはすごかったからね。野村さんが高校の時出ました、天理高校。出た。
でだし1個上とか日本一になってんのかな、すげえ南さん、ああ南さん、はい、めっちゃでかい人、そうそう、はい、とかやっぱり野球部すごかったですか、すごかったです、学校内での人気、学校内、うん、ですね、もうがもうほんと学校を挙げてですもんね、あだその頃からもう野球選手に対しての嫉妬あったしでそうそう、でもうオリンピック行けばね、あのそれこそ飛行機、我々はもう全てエコノミー、はい、行く時もエコノミー、うん、金メダル取っても帰りもエコノミー、うん、野球選手とかサッカー選手はお金の出所が違うから、うん、まあ、ビジネスで行くでしょうし、うん、そんな違いが、あれビジネスやったっけな、いや間違いなくビジネスよ、だからもういいの乗り慣れちゃってるから、普通なんですねビジネスが、そうだから思い出せないんです、そうだからオリンピックとか負けた時に、まあ、プロで稼いでるけどプレッシャーには弱いよねってそこだけもなんか自分を優位に保つというか、ちょっと他の野球選手助けて誰か来てか野球はやっぱそういう意味で少し、まあ、競技としてなんか特別なところがありますよね、うんうん、他の競技と違う部分が、ね、野球経験あるんですか、野球あるよ俺、でも小学校の時は柔道だけじゃなくて、はい、野球やってたんですか、うん、少年野球やってた、引きそヤングスっていうチームやった、もう地元の少年野球チームですか、そうそうそう、打順も決まってない、俺に関してはね、打順も守備も決まってない、うん、でも試合には出させてくれたんですか、いや試合に定期的に出た記憶はない、ただもうね本当にトラウマというか、もう今でもはっきり覚えてるのは、何があったんですか、なんか代打で出たわけ、はい、代打でこう立って、ね、バッターボックス立ってフォアボールかなんかで一塁出たのよ、はい、一塁出ました、で次のバッターがなんかその次は分かんないけどヒット打って、はい、で俺は三塁まで走ったの、はい、で三塁でもう一人ランナーが一塁、一、はい、三塁でバッターがまた味方のバッターがこう立った時にピッチャー投げました、はい、でキャッチャー取りましたってなった時に一塁ランナーが通りって走ったのよ、はい、でキャッチャーがさ二塁投げたのよ、はい、で俺三塁いるからさ、はい、ラッキーと思ってもうそのホームベースにバーッて走って、はい、このキャッチャーバカだと思ってダーッと走ったらキャッチャー投げた球をピッチャーがバッて掴んだのよ、はい、それ見えたのよけどもう、もう走ってる、もうそこベースやからさ、もう行くしかねえと思ったら、なんかもう本当になんかスローモーションのように、バーって、そのピッチ取ったやつがキャッチャーに投げて、去ってたじゃん。まあ、つらい。まあ、たまに見るよね、そういうプレーね。そうですね。見る見る。プロでもたまにある、これは。そう、うん、そして、タッチ、さっとタッチされて、ベンチに戻る時の、うん、みんなのみんな声かけてくれる、そうそうっていうのはすげえ今でも覚えてるそれで野球が嫌いになったとか、だけどね野球、まあ、趣味でやるのは楽しいけど、うん、やっぱ中学校になるときにだからサッカーも俺小学校 の, あの 学校のクラブはサッカー部入ってたし、またスイミングスクールも通ってたし、でいろんなスポーツやってたんですね、そうそう、で、まあ、中学校入るときに自分が一番本気でやりたいと思ったのが柔道だった、ゴルフもやるんですよ野村さん、もう本当にいろんな競技されるんですね、ゴルフも一緒に回ったことあるし、あどっちがいい、もう全然もうあんたが、上原さんが勝ったんですか、みんなね俺のこと下手と思いすぎやで、えだって上原さん大体負けてません、ゲストの方だって来てくださったゲストの方、いやいや来てるゲストがうますぎんだって、うん、和美でしょ、はい、あんなもんだってめっちゃうまいやん、もうまあプロゴルファー並みの、ね、深夜さんとかみんなだってなんか大会出てるやん、まあそうですね、うん、和田さんとかも、はい、そこまでのレベルじゃないよ俺は、いやだいたいゲストの方とゴルフの話すると、はい、上原さん落ち込み出すんですよ、ちょっと暗くなるんですよ、うん、負けてるんだなっていうのをこう察するんですよ、いやちょっと野村さんと最近やってないからね、うん、今やってるんですか、全くやってないね、やってない、だから本当にあのコーチとやった時でも本当に年に1回やるかやらないかぐらいの、あそうなんですね、はい、あそこ大阪でみんなね、はいはいはい、集まってね、そう、そんな感じでやってるだけで、そう、うん、やりましょう、今度勝負しましょうか、よし、もし野村さん生まれ変わったら、うん、やってみたい競技ありますか、それとも生まれ変わっても柔道家でいたいですか、そうだね、まあ、柔道はやっぱ好きね、ただやっぱり柔道以外って言われたら、はい、なんだろう、稼げてモテてどうしようもないね、いやいやそれは本心でいいと思いますよ、いや、 やっぱりモテたいは原動力ですよね、モテたいはあるよね、いや男ならね、あやっぱ上原さんもモテたい、うん、
って思ってたんですか。いや。なんでそんなんかあかんみたいな。いや、わかんない。お前なんかモテねえよみたいな。いや言ってない言ってない言ってない。心の声が今聞こえたけど。いや言ってなんか。この野郎。いや上原さんだったらなんかいやもうフォーク落としたいだなんかその気持ちだけみたいななんか女とかじゃないみたいな感じで帰ってくるかなと思ったのに違うんですね。男ならみんなそうだって。あ、やっぱそれはじゃあもう高校時代も相当強烈だったんです ね、うん、ですね天理高校の時は。いやだからまあだから本当嫉妬羨ましいなっていうのはありましたよ。あ、今年も天理高校出るんじゃないの。あ、そっか、甲子園そうです ね、天理ですね。あれは天理高校の OB だから寄付金とか来るんですかね、応援甲子園来てくださいみたいな。野球に関してはないないですか、ね、学校。うん、すごい角度のお金の話聞きましたね。寄付金の話。いや学校全体で来るんかなと思って、うんうん、どうでしょうそのとりわけじゃ、まあ、持っていそうな競技。野球、サッカー、バスケ、何ですか。いやどうだろう、まあそこまあ、稼げるで言ったら、はい、まあ、野球、サッカーってちょっと、あ、サッカーってこう稼いで海外行かないとっていうイメージが俺の中であるんだけど、あ、まあまあその代表レベルになるか、うん、そうですだから日本代表でも、一番儲かるのは個人競技ですよ、うん、テニス、ゴルフ、そうそうそう、絶対そうです。誰みたいになりたいですか、誰になりたいですか。誰みたいに、はい、誰みたいに。モテて稼げてのそのイメージ。モテて稼げてでしかも尊敬もされて、タイガー・ウッズ。ちょっとモテすぎだね。19番ホールまで行っちゃってる。モテすぎたのすごく。あれはモテすぎたんですかね、自分から。まあまあそうだけど、モテすぎましたね。モテすぎました。いや、なんか19番まで行ったってね。ベッカムは12って言ってた。今言った名前2人って同級生やで俺、はい、あ、そうなんですね。タイガー・ウッズ、ベッカム。おお、華やかですね。50年会華やか。ちょっと今度電話して50年会出てって言おうかな。いやいや、どうやってコンタクト取るんですか。でもあれなんですね、あの、モテて稼げて、なんかもう野球中でもこう稼いでるイメージ、うん、ここにいるじゃないですか。上原さんにはなりたいとは思わないんですか。モテへんもん。はい、終わり。はい、終わり。一本取られましたね。今のは一本だ。綺麗に決まりました。技ありにしといて。あ、野村さん今度言うとこ、 TBS 野村さん出そうよって言おう。あ、あっぱれ。あっぱれ。あ、何度か俺ね、依頼来ました。あの、以前は何回ぐらいだったっけな。なんか何回か出たことありますよね。そうそう、結構ね、柔道の話題をあのいろいろやってくれて、柔道のその大会があった時にパッてね出てくれたら、そうそう、一番いいんで、初めて出た時俺関口さんに、あ、今日はゲストであの柔道の小和さんですって言われた。生放送で小和さんです言われて。なんて返したんですか。え、俺野村ですって言いました。本当は小和さんですって言われた瞬間にほんとシーンってなったから、心の中では勝つって言いたかったの。え、言ったらいいじゃないですか。言えなかった、苦笑い。あ、どう、僕上原健って言われたんですよ。健紹介された時、上原健、うん、俺は勝つって言ったからね。ちゃんと僕言いましたから、上原浩二ですって。いや、まだ名字だけでもうてんねんから、俺小賀さんやから他人になってる。誰やねんですよね。確かに下の名前間違うとかやったらね、まだね。そうですね、まあ、全く違うもんね。まあ、もちろん柔道界のね、英雄というか、スーパースターの古賀先輩だけど、うん、なんか全力で否定するとなんか古賀さんとの関係変な感じになっても嫌だしみたいな、難しいところですよね。あ、でもそういうお二人のテレビ共演が見られる日も、あ、出たいですね。ね、来るかもしれないという、うんうん、その時はちょっと2人で約束してちゃんとこう猫ちょっと脱いでくださいね。勝つしか言わないっていう、その日はもうアラを探して探して、面白い、ね、ブラック腹黒モードで、そうそう、じゃあ衣装も黒で、衣装も黒で。その時は